まあ、願わくば王さんの868分も塗り替えて。俺流チャンネル。ホームラン、打点は今のままなら、まあ、いけるかなと思うんですけども。ああ、もう そこはほぼ20丸でしょ。まして20本くらい差あるのに、片方が40試合で20本打つっていうのは至難の業だだけにね。まあ、それと打点も20ちょっとくらい差が開いてるってことは、まあ、そこはほぼ確定と言って間違いないでしょう。まあ、自分の形を崩さないことですよ。ホームランはもう確定だから、じゃあヒット狙いに行こうっていうふうになっちゃうと、自分のバッティングが小さくなってね、ヒットなるものもならなくなってくるんで、まあ、今のまんまで打席立って打ってれば、可能性はあると思います。史上最年少三冠王っていうのは見てみたい、誕生して、まあ、見てみたいと思いますよ。まあ、そしたらまたそれを破ろうとする若者が出てくる可能性はなくはないだけにね。まあ、そうやって野球界の歴史っていうのは塗り替えられていくんで、まあ、願わくば王さんの868分も塗り替えて、それだけの気構えを持っていけば、とてつもない選手になるんじゃないですか。